思うっす。アムゼイ始まりました。教えてサンドゼイ第8回。8回教えてサンドゼイ。バッサリカットしていただいて教えて、はい、サンユンジャイのクソメガネこと杉下でございます。はい、町田から来ましたと嘘ついてます。アーマスーパー Z です。スーパー Z です。Z です。 Z を超えた、はい、何かです。はい、サンユンジャイに遊びに来てます。パープルボールP はい、ということで、本日はパークゴルフこと P さんに、はい、三軒茶屋にお越しいただいて収録をさせております。はい、教えて。まず教えて A&Z とは、スキシャとゼッタ君とゲストが皆さんから寄せられる質問やお悩みに、時に真剣に、時にふざけながらお答えする新感覚どころかどこにでもあるすごく普通の YouTube 番組です。はい、なんか新しい音源がリリースされたの実は3枚目のアルバム、4年ぶりのアルバムが出てきて、4年ぶりのオリンピックですよ何やってたんだって4年間思えるぐらいのアルバムが出たんで、はい、それを聞いてほしいですね。パークゴルフのトーテムっていうアルバムが出たんで、はい、トーテムですよ。見てください。あのちなみに、よく出てくるジャケットに使われてるみたいな本物のトーテムみたいな、本物のトーテム、あれ作ったんですか？あれ作ってもらって、毛布を使った作品を作る江頭誠さんっていうアーティストの人がいて、その人に頼んで作ってもらった。なんかパーゴルさんってこういう関係広いっすよね、うん、いやでもめっちゃ好きだったから連絡してみてやってもらったって感じですよ。ああ、そうなんですね。もともと交友があったわけじゃないですけど、うん、なるほどな。じゃあやっぱりあのライブとかがあったらそのトーテム持ってって。そうなんですよね、早くやりたいんですけどね、うん、トーテム持っていきたいですもん。もうあの俺いなくていいんですもん。トーテムがずっとこうなった状態であの音流れてるだけでもいい気がしてたので早くやりたい。世界観世界観感じさせますね。いいですな。教えて。私は SNS の方をチェックしていただいて、うん、そちらに載っております、うん、活動のことをそちらで見ていただきたいと思っております。はい、はい、教えて。ということで、はい、本日の質問、はい、どんな方かというと高校生です、うん、性別はちょっとわからないですけど、うん、高校生の方からの質問でございます。学生多いね、やっぱりね。そうですね、うんうん、高校生です。アコギ始めたんですけど全然弾けません。制覇はもう面白いくらい弾けません。他のギター系、かっこエレキとかは一切やったことないです。独学でも弾けるようになりますか？あと制覇ってどうやったら弾けますか？はい、っていう質問ですね。あ、かなり始めたて、いやなんか安心するねなんかこのほんまかした、まあ、質問の内容もそうだし、なんか自分で情報量豊かなのくれって言っといて、このぐらいの長さこのぐらいの長さの質問に安心してるじゃん。そうですね、これから質問を検討してる方はね、もうあの別にどっちでもいいから、うん、あの本気の質問もあのこのぐらいライトな質問も全然どっちでも大丈夫ですんで、あの本気がやっぱり皆さんのおかげで多いのがあって、うん、対比としてこっちも良くなってきたっていう、そうなりますけど、バランス取らないとちょっとそうそうそう、もやっとしたの、そうそう、重さがちょっと残ってるし、うん、やっぱストロー級からヘビー級まで全部ね、うん、やっぱり網羅していきたいと思ってるんで、うん、教えて。はい、はい、で、私がお答えいたします、はい、ギターは僕も友達に教えてもらったことくらいしかありません、はい、弾き語り程度のギターであれば、うん、暇さえあればひたすら触っているくらいのやる気があればできるようになります、うん、よくある挫折パターンは、うん、制覇や指の痛みに耐えられなくなることですが、うん、まずエレキギターで練習をすることを勧めます。アコギは抑える力が必要だし弦も硬いので初心者にはおすすめしません。はい、はい、ということで、うん、本日はですね、はい、初めての実演が入ります。お、はい、教えて。はい、よし、よし、前回ランニングについたアコギなんですね。はい、アコギなんですけど、正直制覇というものが一体何なのか知らない人も多いと思うので、制覇っていうのは何かというと、はい、コードには2種類あって、ローコードっていうものとバレーコードって2種類があるんですよ。で、ローコードっていうのはこの辺、この辺のところでなんかとかとかっていう、まあ、とにかく下の音が出てるイメージですけど、だし全部の弦を押さえてないんですよ。ちょっと見てもらえば分かるんだけど、あの全部の弦を押さえてないんです、これ。分かるかな。この弦をこうやって一個一個を押さえていくんですね。で、押さえてない弦があるんですよ。
押さえてない弦があって、それはいわゆる開放弦って言って、はいはい、開放弦をうまく活用しているのがローコード。例えばこれもそうです。これとか一番わかりやすくて、これは G っていうコードなんですけど、一番上の弦、そして、その下の弦と、あと一番下の弦しか押さえてないんですよ。だすごく簡単なんですね、これ3本しか押さえないから。教えて。はい、それに対して、制覇っていうのは何かって話で、バレエコードというものに使われます。バレエコードとは何か、全部の弦を押さえるコードの押さえ方です。こういうの、はい、でこの部分、これが制覇。一回全部の弦を人差し指で押さえちゃう。そうするとなんかどこを弾いても音階が一緒になるんですよ。音階っていうか、その音の距離感が、ね、ね、音の距離感がさ一緒になるのよ。そうで、だから要するにこの押さえ方さえすればどんなコードでも弾けてしまう。そうっていう、さっきの開放弦を使ったローコードってやつは特定のコードしか弾けないですか。っていうのが、例えばバレエコードを使うと、ってなるんですけど、これをランダランダラランダランダダダダダダっていう風に歌ってたら、キーがちょっと低いわこれ。なった時に、じゃあちょっとキー変えてって言われたら、そのまんまちょっと上げるだけでいい。はい、はい、みたいなことができるのがバレエコードなんですけど、その時に制覇というのは使われます。一回フォーメーション戻ります。教えて。制覇ができるようになるコツなんですけど、まずはやっぱりエレキギターでやった方が絶対楽、うん、てかできる。何を使う？制覇。制覇ね、うん、あの正直あんまり自信がないですよ。制覇は、制覇っていうのは、まあ、いわゆる、まあ、F とか押さえる時に一番最初に出る、うんうん、あ、怪しいでしょ。だからこれ F ラテンは怪しいんですけど、まあ、あでもできるね。もう一応できるっていう感じなんですけど、指が短いと結構制覇きつくて、で最初はなんかこうなっちゃうんですよね。あのここが空間空いちゃって、うん、あってこれめっちゃいい子ですけど、なんかってなっちゃうんですけど、ここの腹を当てるのがめっちゃむずいんで、うん、練習が必要で、これを押さえるコツっていうのは気合だね。気合。これ練習以外何もない。もう場数増やすしかないんですよ、それは。いや、なんか筋トレとかと一緒っすよ。だから、なんか1日10回腕立てやってたら、次の日15回できるようになったみたいな。はいはいはい、はい。だから、本当にずっと暇さえあれば触ってるぐらいの気合があれば、意外とできるようになる。あとは、弦高が低いギターにした方がいい。エレキギターじゃなくて、アコギだと結構、弦高っていうのは、この弦の高さ。なんか弦が、その、いわゆるこの、ネックからめっちゃ離れてるやつとかなんですけど、それはそれはもちろん押さえるの大変じゃないですか。で、あの全然離れてないやつの方がいいです。の方がこれは結構弦高が低いので全然弾きやすいです。でエレキギターは弦が細くて柔らかいんで、アコギよりチョーキングともしやすいんですよ。チョーキングってのはってやつね。でそれもしやすいし、なんか普通に押さえやすいんで、まずはやっぱりエレキギターから弾き語りも練習した方がいいと思います。でなんか映像見ながらやるのすげえいいと思いますね。ああそうだね。そう、映像。そう、まあネットフリックスだったりとか、うん、もう何でもいいんで、なんか見ながらもう指はずっとギターみたいな。誰でもそうだよね。テレビ見ながらやってたよね。そう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 、普通にギター。うん、うん、それがいいかと。っていう話だね。教えて。でちなみにバレエコードとか使う？今。いや、僕はもうあのセブンスばっか使っちゃってて、あ、分かる分かる、うん、まあ、親指で押さえちゃってるんで、バレエは全然使わないですね。あんまり使わないな、俺も。なんか俺自分がギター弾くときってメジャーセブンス、マイナーセブンスとかになっちゃうから、うんうん、例えばなんか、うん、とかも、うん、みたいな風になるし、うん、なんかおしゃれチックなコードに変えてしまうっていうか、そう、それが結構基本的には人差し指の、うん、制覇が必要があまりないっていう、うん、ものになってます、ね、必要ないね、うん、まあでもそこまで行くにはまず1回っていうのはあるかもしれないけどね、うんうん、
こう、こういうのとか、これがだからバレエコード使わずになんかこういう押さえ方でするんだけど、これがさらに変わると、で2個目のコードを、メジャーに変えると、みたいになって、さらにってなって、さらにみたいなこともできるようになる。はあはあ、教えて。とにかく毎日ってことなんですね、うん、じゃあ。もう毎日やってるといつの間にかできるようになりますけど、ね、はい。これはやっぱ継続が苦手なんで、はいはい、継続が苦手な人はどうしたらいいですか。継続苦手な人は、いや、なんかでも持ってるだけでいいです。持ってるだけで。持ってるだけでいい。あの、とにかく持つところから始めた方がいいです。ああ、なるほど、うん。もう持つ癖をつけるっていうこと。うん。もう本当だからテレビ見てる時とかに。なんかとにかく持ってることだよね。そう、そして、あの、自分の好きな曲を弾けるようになるのが一番楽しいんで、うん、あ、それだけコピーしてずっとやってるとかでもいいかな。なんかね、うん、俺が覚えてるのは、例えば簡単な曲でいいんですよ。スピッツとかユズとかが俺もともと好きだったんで、うん、で、弾けなくてもなんとかしてポジションチェンジを繰り返すっていう。ああ、そう、うん、指の運動になりますね。そう、なんかみたいな、こういうのを全然できなくてもいいから、なんだろう、全然これを弾けずに、もう今あの弾けないっていうのがうまくできないんだけど、いや、ちょっと無理だわ。移動が遅いんですよ最初は、うん、でこんなコードチェンジなんて絶対無理だよ。そうそうそう、左手のコードチェンジが難しいから、うん、それをとにかく無理やりでもいいから、ゆっくりでもいいし、なんかちょっとずつやっていくっていうのが一番大事っす。いつの間にか弾けてるみたいな経験上が、うん、本当に本当になんか諦めないやつはギターヒールになります。そうなの。諦めちゃうやつです。あんさとしか楽器できないんですもんね。できないです、全くできないですね、うん、よくそれで普通にやってるような。コード感とかがよく、ギターもピアノも鍵盤全部弾けないです。あ、でももともとでもなんか音感もありそうっすよね。なんかサンプラーでずっと曲作ってたんで、うん、こうこうなんか感、そういうこれとこれは合うみたいな感でやってるみたいな感じですね、うん、なんか新譜の中でも普通にコード進行とか、そのコードについての知識があったら絶対こうならないよなみたいな曲がやっぱあるんですよ、はいはいはい、けど違和感はないとか、ちゃんとした曲として成り立ってるから、なんかやっぱりもともと音感とかあるんだろうなっていうのを感じるんですよね、うん、まああった、あってほしいっすよね。欲しいっすね。いや、あるんでしょ。あるんでしょうね。きっとあるはずですよ。教えて。ちょね、すみませんね、この実践するのが初めてで、うまく説明できないけど。この制覇はもう気合だというか、うん。制覇は本当に気合、マジで気合しかない、うんうん。コツとかないよね。ない。最初はなんかこう、うん、なんだろうな。指が届かないとか結構あるんですけど、うん、結構思い切ってこう行くと制覇できますよっていうのはあります、ね、手首をあっちにする、そう、こっちに、それが最初超むずいですよ。じゃあキャッチミーフラッグ引いて、え、左手ね、いくよ、きつい、いくよ、ワンツースリーフォー。大汗かいてますよ。教えて。はい。いかがでしたでしょうか。じ
ちなみに今のは全然制覇使ってないっすね。ああ、確かに、うん、ということでね、まあ、行き当たりばったりでやらせてもらってますけれども、はい、教えてさんの字略して OSG では、はい、皆さんからのお悩みや質問を募集しています、うん、概要欄のリンクから応募できるのでどしどし応募してね。はい、よろしくお願いします。スパムや閉会者はやめてね。意外と来ない。意外と来ないです。意外と来ない、もう弱小ですから。何せ弱小なもんで、ね、そう、はい、うん、いや本当にこのね今回パゴルさんに来ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。ちょ、ね、あのまたタコスパーティーをしてまたいつでも、はい、バシバシにやっていきましょう、はい、うん、はい、そして一体次のゲストは誰なのか。まあ、もし誰か出てくれそうな人がいたら、まあ、紹介してもらってもいいですし、はいはいはい、他にいなければ、まあ、自分らでも探しますし、もうパーゴルさんが出てくれたっていうことが、はい、もうこの俺たちのこの YouTube にとっての財産なんで、うん、はい、でもうちの隣に住んでるおばあちゃんとかだったら、うん、よかったら紹介しますけど。でもそういう人のおばあちゃんとかの気にならないですか、うんうん、この子供に対する気になる、正直めっちゃ気になる。俺らより絶対その人生経験豊富だから、はいはいはい、なんかいい回答くれるんじゃないかってそう思うんですよね。確かに、それそのアイディアなかったっすね。マジで、うん、普通に。あ、でもたまに普通のなんか誰この人っていうのがいても、うん、いやいや絶対いるのありっすよ。ありっすね、うん、なるほど、あれかもしれない。いや確かにその発想なかったですね。、うん、ミュージシャンと思ってましたね。いや、やっぱミュージシャンでって最初は思ってたんですよ、ね。そうですね、はい、一応僕らもミュージシャンで。ということでですね、はい、はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。Yeah.